滝野川学園、社会福祉法人滝野川学園、社会福祉法人滝野川学園、ソーシャルウェルフェアファンデーション滝野川学園は、東京都国立市屋川三丁目に本部を置く、社会福祉法人で、知的障害児施設、滝野川学園児童部、知的障害者施設、滝野川学園成人部等を設置、運営している社会福祉事業者である。滝の川学園は、 日本最初の知的障害児者のための教育機関、福祉施設で創立以来120年の歴史を有する陶器場、現法人は社会福祉事業法の施行により、1952年設立とする創立者の石井良一、立教女学校教頭が立教大学出身で同大学の創立者であるチャニング・ウィリアムズ制、公開主教の教え子であった関係で、 発足以来、日本聖公会、プロテスタント系との関係が深く、現在でも日本聖公会系の学校法人立教学院及び学校法人立教女学院、学校法人聖路科国際大学、聖路科国際病院などとは親密な関係にある。歴代理事長の多くは、立教学院内氏は立教女学院及び日本聖公会関係者が就任している。 ただし、法人経営上は、日本政公会からは、独立しており、宗教職は、ほとんどなく、役職員及び利用者は、信教の自由が認められており、日本政公会の信徒でない者の,の方が多い。創立者の石井良一、筆子夫妻の自席のほか、渋沢栄一が、第三代理事長、沢田連さん、日本国書代国連大使が第四代理事長、 そして最近学者の高木逸馬医師が第五大学園長を務めたことでも知られ、また、丁名皇后以来、道子皇后に至るまで、伝統的に皇室、皇族との関係も深く、近城天皇、皇后の二度の行幸を受ける栄誉にも預かっている。現在、職員数は288名。施設利用者も約270名。近年は、 知的障害者の社会的自立を支援するグループホーム事業を拡大しているほか、認知症高齢者向けグループホームの運営や、行政から福祉事業を受託するなど、時期に即した利用者本位の福祉事業の展開に注力している。さらに、日本最初の知的障害者のための教育、福祉施設として、福祉文化の普及にも注力し、社会的に注目を集める活動を進めている。 現在は、福祉施設の運営が主たる事業となっているが、東邦人の起源は、その名が示す通り、日本で最初の知的障害人のための特別支援教育機関、キリスト教主義学校、いわゆるミッションスクールであり、かつては、研究所、ほぼ陽性者などの施設等を包含する、知的障害者に特化した、一大総合福祉施設であり、知的障害者の自立自活を目指した。 印刷所や農場な事業部門も存在した。これは、石井良一、筆子も訪れたアメリカが州国ペンシルベニア州、フィラデルフィアにある、アーウィン障害者センターを半途した構想によるものだと言われる。戦後は、社会福祉事業法の施行により、社会福祉法人に改組され、教育機能の多くが、国公立の教育機関に移管された。 その後、障害児者の生活支援施設としての役割が拡大し、現在に至っている。近年に至り、企業でビジネス経験がある理事長が就任し、経営改革を進めて、法人、学園の組織、機構の大幅な再編、財務体質や人材育成の強化などに取り組んでおり、福祉事業者の中でも先進的な試みを展開し、注目されている。 法人経営と業務執行は分離しており、法人の代表者は理事長である。一方、業務執行の代表者は学園長、常務理事、業務執行役員である。当代の理事長は、初代理事長、中尾太一郎、医師、海軍少将から数えて、第十三代目であり、学園長は、初代学園長、石井良一から数えて、同じく第十三代目である。 学園長のもとに児童部、成人部、グループ法務部、地域支援部など各施設長が学園長を補佐する。学園長や一部の施設長は理事を兼任する。法人本部には総務部、経理部、経営企画部が設置されている。福祉事業は児童部、成人部、グループ法務部、地域支援部などで構成され、各部施設長のもとに部長が配置され、さらに部組織は 複数内市は単一の都がで構成され、課長職が配置されている。見学は可能であるが、法人本部への事前連絡が必要。1891年、立教女学校、現、立教女学院教頭の職にあった、石井良一、教育学者、心理学者によって創立された、生31高女学院を起源とする。創立当初は、 東京市下役西黒門町、現東京都台東区上の一丁目の大木の銀行、近代日本最初の国家公認所委託に開設した少女の孤児を対象とした女子教育施設であった。農美大地震の際、多数の孤児が発生し、その中の都市派のいかぬ少女たちが売春目的に取引されている実情を耳にした井が、この問題を憂慮し、現地に駆けつけて、 16名の少女孤児を引き取り保護したことにその期限がある。16名の少女孤児、これをこの時、子女と呼んだのうち、2名に、知能の発達に、遅れがあることを見つけたい C は、深い関心を示し、知的障害について学ぶために、2回にわたって渡米し、知的障害研究の思祖である、エドワール・セガンの未亡人に指示して、セガンが提唱した。 生理学的教育法を習得したほか、米国各地の大学、知的障害児施設を訪問。さらに、ヘレン・ケラーとも面会を果たし、知見を深めた。帰国後、生31高女学院を滝の川学園と解消し、知的障害者に特化して、その保護、教育、自立を目指す教育用語、研究、職員養成施設として総合的な福祉施設を目指した。 こうして学園は、日本で、初めての知的障害がある人々のための学びの場となり、生活を支える場となったのであった。その後、滝野川、現、東京都北区から、菅も、現、豊島区に転し、資金難に苦慮しつつも、事業は軌道に乗りつつあった。しかし、1920年3月、園児の火遊びが原因で、学園は火災を起こし、 園児六名が消死する惨事に見舞われた。また、この頃、石井が後継者として、期待を寄せていたおいの石井雄一医師が死去するなど、石井は、学園の閉鎖を、一旦は決意するに至った。この状況を聞いた、低迷皇后は、石井夫妻に、再起を促す激励を送ったほか、支援者たちの尽力により、学園を法人化し、財団法人として再生する道を選んだ。ほどなく、 財団法人の認可を受けて、初代理事長には、中尾太一郎海軍軍医総監が就任。その後、第三代理事長として、渋沢栄一が就任し、再建を果たす。この時、事前事業に理解が深かった渋沢は、石井さんには、園児たちの教育に専念してもらい、学園の経営は、私たちで何とかすると言って、自ら理事の職を引き受けたのであった。その後、 1928年には、成人した、学園生が自活のために働ける農場を、提供するため、現在地の北多摩郡や保村、現、東京都国立市の奥間重信が、別荘予定地としていた8千坪余りの土地を取得し、再建した。1934年には、学園本館において、日本精神白弱児愛護協会、現、日本知的障害者福祉協会が創立され、 学園長の石井が初代会長に選出された。1937年には、秩父宮洋日氏市新能と節子妃が学園を訪問し、事業を視察した。しかし、1929年頃から始まった昭和教皇により、学園は多額の負債を抱えることとなり、理事長の渋沢栄一も死去する。さらに、秩父宮負債来園の年、創立者で、 初代学園長の石井良一が死去する。学園の存続はたちまち危機に瀕したが、良一の死から4ヶ月後の10月16日、夫人の石井筆子が夫の遺志を継いで第二大学園長に就任、存続を決定した。戦時中は、食糧難で園児たちにも餓死者が出たほか、職員や軽度障害の園生が徴兵され、出生、戦死するなどの苦難があった。 さらに、終戦の前年、第二大学園長の石井筆子が死去し、学園の経営に追い打ちをかける。しかし、低迷校大号をはじめ、支援者たちの尽力により、戦時下の危機を乗り切り、戦後、社会福祉法人に改組し、現在に至っている。戦後も、低迷校号をはじめ、高松の宮夫妻、日立の宮夫妻、そして、近所天皇。 工合道子が学園を訪問し、ことに工合においては、学園に対して並々ならぬ関心を寄せられている。なお、滝の川学園には、1928年移転当時の、本館、現、石井良一、筆子記念館が現存し、国の登録文化財になっているほか、聖31礼拝堂と、第二大学園長、石筆子愛用のアップライトピアノ、日最古の輸入ピアノで、 天使のピアノと呼称されるも国立市の登録文化財に登録されており、知的障害者福祉の貴重な歴史的遺産として注目されている。また、本学園石井記念文庫には、創立者石井良一が収集した知的障害児者教育に関する貴重な文献が多数、蔵書されている。ちなみに、第三代理事長の渋沢栄一をはじめ、皇室、皇族、かつ改修。 島崎藤村、津田梅子、穂積歌子、初代理事長の渋沢栄一の長女、穂積信繁の妻、この絵集まるら当時を代表する著名な人物が支援したことでも知られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。